デンドリマー。デンドリマーは、中心から規則的に分子した構造を持つ、樹状高分子。ギリシャ語で、木を意味するデンドロンから命名された。デンドリマーは、コアと呼ばれる、中心分子と、デンドロンと呼ばれる、側鎖部分から構成される。また、デンドロン部分の分岐回数を世代と言い表す。デンドリマーとデンドロンが、同じ意味で使われる場合もある。アルボロール。 カスケード分子とも呼ばれたが、今ではデンドリマーの語が国際的に受け入れられている。一般に高分子はある程度の分子量分布を持つが、高世代のデンドリマーは分子量数万に達するもののほとんど単一分子量であるという際立った特徴を持つ。また、コアはデンドロンによって覆われており、外界と遮断された環境にあるために、 得意な発光挙動や反応性を示すことが見出され、新しい機能物質として期待されている。他の高分子と比べて合成が極めて困難である、ため、実用化には至っていない。ポリアミドアミン構造を持つパームムデンドリマーなどは、試薬会社から市販もされている。分岐を持つ分子が最初に合成されたのは1978年のことで、ドイツのフリッツ・ボーグル。 フリッツ・バグトルによるものだった。これは分岐が一段階のものであり、厳密にはデンドリマーではない。1981年、アライド・コーポレーションの電気ウォルター、R.G. リンクウォルターらは不規則ながらも複数段階の分岐構造を持つ高分子を合成した。これも分岐が不規則なため、厳密にはデンドリマーではない。 ダウケミカルのドナルド・トマリア、ドナルド・タマリアは1984年、京都の SPSJ インターナショナルポリマー、コンファレンスにて、規則的に複数段階に分岐した、高分子の合成法について、初めて発表た。さらに1985年には、特許と論文も発表された。デンドリマーという言葉が初めて使われたのも、1985年のトマリアの論文である。 止まり屋の方法は、中心から外側に向かって枝を伸ばしていくというものだったので、この方法は、ダイバーアジェント法と呼ばれる。同じ1985年、エモリー大学のジョージ・ニューコム、ジョージ・アール・ニューコムも、規則的に複数段階に分岐した、高分子を構成している。1990年、コーネル大学のジャン・フレシェは、外側から内側に枝を伸ばしていき、 最後にコアに接着させて、球状を高分子にするという合成法、コンバージェント法を発表している。その後、デンドリマーに関する報告は急増すると、1985年には2件だった。ものが、1997年には474件になっている。2005年の時点で発表された、科学論文、または特許は5000件を超える。 デンドリマーは一般には球状の分子であり、対称性が高く大きさが揃ったの分布をしている。そのサイズはデンドリマーの種類にもよるが、ポリアミドアミンの場合、分子量360のもので1.1ナノメートル、1万のもので4.0ナノメートル、18万のもので9.0ナノメートルほどである。デンドリマーの物性は基本的にはの関能元で決まる。 しかし、デンドリマー内部の構造も影響する。デンドリマーの表面の感能器に、加電した、あるいは浸水性の感能元を結合させることにより、デンドリマーを水溶性にすることも可能である。あるいは毒性を調整したり、キラリティを持たせたり、デンドリマー同士を加強して、テクトデンドリマーとすることもできる。ただし、デンドリマー表面の感能元は、 比較的高密度に配置されているため、デンドリマー表面に別の分子をつける場合、孵化させる分子同士で立体障害が起こり、必ずしも関能元の全てに孵化させることができない場合もある。デンドリマーの内部に別の機能性分子を閉じ込めること、すなわちも可能であり、カプセル化デンドリマーなどと呼ばれている。これは生体構造の一種の模倣とも言える。 デンドリマーは、その生成機構を、とりわけ、分岐の繰り返し数で分類することもできる。例えば、コンバージェントポー、工術で、3段階の枝分かれをさせた後にコアに、結合させた場合、第3世代、デンドリマーと呼ぶ。この場合、1世代で、分子量はほぼ2倍となる。工事のデンドリマーも、分子表面には反応性が高い官能元を持っているのが普通であり、 目的に応じて科学修飾して使うことができる。高分子量のデンドリマーは、デンドロン化、ポリマー、ハイパーブランチポリマーなど、それぞれ別のまとまったテーマとして取り上げられる場合が多い。デンドリマーはうまく合成機構を考えれば、分岐の世代数や分子の大きさをかなり正確に調整することができる。デンドリマーの構造は、 大きく三つに分けることができる。コア、内部角、外部柄である。デンドリマーを使って物質の溶解性、熱安定性の向上や化学反応の制御をさせるために、それぞれの部分に機能性を持たせる研究が盛んに行われている。デンドリマーの合成法としては、発散的合成とコンバージェント法、中速的合成の二つが有名である。いずれにしても、 次世代の分岐を作るための関能元の保護など、数多くの段階を踏んで合成を進める必要があり、高世代のデンドリマーを作るのは難しい。このため、市販のデンドリマーは一般に非常に高価である。デンドリマーを作るのはかなり難しいため、合成販売している会社は数少ない。社は、おもつビス MPA、デンドリマーを販売している。また、 アメリカのデンドリテック社はパームムデンドリマーをキログラム単位という比較的大量に提供できるメーカーである。また、アメリカのデンドリティックナノテクノロジーズ社もパームムをはじめとするデンドリマーを取り扱っている。1985年にジョージ・ニューコムにより発表されたデンドリマーが最初期に合成されたデンドリマーの一つである。なお、ニューコムはこの分子をデンドリマーではなく、 アルボロールと4位タ。合成は、図酸照、N, N、N ジメチルホルムアミドとベンゼンの混合溶媒中で、1、プロモペンテンに、トリエチルソジオメタントリカルボキシラートを反応させる、嗅覚置換反応から始められる。生成したエステル元は、水素化、アルミニウムリチウム H、H マイナスでヒドロキシ元にする。さらに、塩化パラトルエンスルホニル、TSCL でアルコール元を、 トシはじめと、ピージンに変える。すると、トシルモトを脱力として、再び、トリエチルソジオメタントリカルボキシラートを、嗅覚置換させることができるため、第二世代の分岐を生成させることができる。これを繰り返すことで、さらに工事のアルボロールを作ることができる。ポリ、アミドアミン、パームムはおそらく最もよく知られたデンドリマーである。パームムのコアには、ジアミン、 特にエチレンジアミンが使われる。ジアミンにアクリル酸メチルを入れるとマイケル負荷により網の元の4つの水素の位置にアクリル酸メチルがそれぞれ結合する。これが第零世代のパームムである。アクリル酸メチルのエステル元の位置にジアミンを結合させることができるため、ここを起点に次世代のデンドリマーを作ることができる。この方法には連続的に 高世代のデンドリマーを作れるという特徴がある。パームムは世代が上がるごとにその性質も少しずつ変わっていく。第2世代までのパームムは分子構造が柔らかい。これが第3世代、第4世代になってくるとパームムの構造は外側の殻のような部分と内部の空洞のような部分とに分かれてくる。さらに第7世代以上になると 外側の殻の部分に原子が密集してくるため、デンドリマー分子はまるで固体粒子のような状態となる。単なる固体粒子とは異なり、デンドリマーの表面には多くの官能元が存在するため、クリックケミストリーへの応用が期待されている。ダイバージェント法では官能元を複数持つ分子をコアに使い、そこから枝を伸ばすことで合成を進めていく。枝を伸ばすのには、 マイケルフカが使われることが多い。ダイバージェント法では反応で使われるべき反応元が未反応のまま残っていると最終的な分岐の数と長さが枝ごとに異なる。不完全なものになることがあるので反応には完全性が求められる。不完全なデンドリマーが混じっているとデンドリマーの特性が落ちる場合があるがサイズにはそれほど違いがないため 設計通りにできたデンドリマーと不完全なデンドリマー等を分離するのは非常に難しい。この方法で合成されるデンドリマーにはパームムデンドリマー、ポリプロピレンイミンデンドリマー、ポリリシンデンドリマーなどがある。コンバージェント法ではデンドリマーの外角となる部分から内側に向かってデンドロンの合成を進めていき、最後にコアに いくつかのデンドロンを結合させて完成させる。この方法は合成経路の途中で不純物を取り除きやすいため、同じ大きさのデンドリマーを合成するのに適している。デンドロンをコアに結合させるときに、部品であるデンドロン同士が立体障害を起こすため、大きなデンドリマーを作るのが難しいとされる。コンバージェントポーであれば、一つのコアに末端元の異なる。 複数種類のデンドロンをつけることもできる。この方法で合成されるデンドリマーには、ポリフェニルエテルデンドリマーなどがある。デンドリマーの合成にクリックケミストリーを利用できる。ディールスアルダー反応を使う方法、を使う方法、を使う方法などがある。例えば、ミューレンは1996年に、ディールスアルダー反応を使って、ポリフェニレンデンドリマーを合成している。 天然由来の薬剤を体内に輸送するのに使える、高分子の開発は重要だと考えられており、デンドリマーは、素水性の化合物をカプセル化するため、あるいは性岩剤の輸送のためなどに開発されている。デンドリマーの特徴、例えば単分酸性、水溶性、カプセル化能力、周囲に数多くの感能元をつけられる性質などは、薬剤の輸送に適している。デンドリマーを、 薬剤輸送に使う方法は三つある。一つ目は、デンドリマー表面に薬剤を化学結合させて、プロドラッグとして使う方法。二つ目は薬剤を、イオン相互作用つまり静電力でつける方法。三つ目は薬剤を内包させた、デンドリマー同士を結合させ、ミセル化した、超分子として使う方法である。デンドリマーは、疎水性の薬剤を内包して、 水溶性を上げるなど薬物動態学の観点から重要な物質と考えられている。デンドリマーは高レトロウイルス活性物質を適度に投与するための物質と指揮体されている。デンドリマーを使えば癌細胞にだけ目的の薬剤を取り込ませ保持させるようなこともできると分かってきている。一般にデンドリマーに内包できる薬剤の量は デンドリマーの世代が高いほど多くなるので、比較的高い薬用量の場合に効果を発揮する。特に、癌組織や特定機関系に薬剤を投与する手段として研究が進められている。このため、薬物輸送研究のため、最終的には医療現場で使うためのデンドリマー開発も試みられている。また、薬剤を内包して使う場合、 細胞内で薬剤が放出されるよう設計しなければならない。そのためエンドサイトーシスを利用して細胞内に取り込まさせ細胞内の弱酸性環境で配裂するよう設計されたデンドリマーの研究も進められている。一般にデオキシリボ核酸 DNA を細胞の目的の部位に送り込むには多くの課題がある。そこでデンドリマーを使って 遺伝子を傷つけたり、不活性化したりすることなしに細胞に送り届ける研究も進められている。DNA をデンドリマーとの複合体にし、水溶性ポリマーを使ってミセル後、見せるか後さらに機能性、ポリマーフィルムに塗布あるいは挟み込むことで、脱水状態でも DNA の活性が落ちず、トランスフェクションが容易になる。この考えを応用して、 パームムデンドリマーと DNA の複合体が生化学機質に結合された遺伝子を運ぶための機能性成分性ポリマーとして用いることが研究されている。その研究によれば高速に分解する機能性ポリマーが局所的なトランスフェクションを起こすのに役立つことが示唆されている。デンドリマーを物質を検出するためのセンサの一部として使うことも検討されている。 例えば、ポリプロピレンイミンを水素イオお及び水素イオン指数、pH の検出に、硫化カ,カドミウム、ポリプロピレンイミンテトラヘキサコンターミンの第5世代デンドリマー複合体を、傾向性を持つ量子ドットとして、第1及び第2世代のポリプロピレンアミンをとして使う子が、研究されている。デンドリマーを代替血液として使うことも検討されている。 デンドリマーの立体構造を利用してヘム様物質を作ると通常のヘムと比べてかなり分解が遅くなるため細胞毒性を減らすことができる。デンドリマーに触媒機能を持たせた場合分子設計を工夫することで触媒活性の低下を抑えることができ複製生物の生成を抑えることもできあるいは同じ触媒原理でも反応をより早くし 反応系からの分離が容易であるといった特性が期待されている。デンドリマーを使っての金属ナノ粒子を作ることもできる。水溶性デンドリマーの溶液に金属イオンを添加すると、デンドリマー表面の第三級アミンが持つ孤立電子体との間に錯体を作る。その後、金属イオンを還元して金属に戻すと、デンドリマーに包まれた金属ナノ粒子、すなわちとなる。 これをトルエンなどに溶かして金属ナノ粒子を取り出すこともできる。純金属粒子以外にもシリカナノ粒子や二酸化チタン微粒子の合成例も報告されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。